appears before the world has even stirred. Let's get out of here. We don't need to hug. The road ahead is clear.いや、めちゃくちゃ寒いっすね。昨日飲み残したホッピーが完全に凍ってました。今ちょっと太陽がやっと出てきて溶けたんですけどね。じゃあ朝食の準備をしていきましょう。今日は TKG です。ヘイシリ、30分タイマー。30分のタイマーを作成しました。カウントダウンを開始します。よろしくお願いします。30分、冬は30分、浸水させます。寒いと、吸水率が悪いんでね。夏は20分とか15分ぐらいでいいんですけど。じゃあ、まずは味噌汁を作っていきましょう。今日は具だくさん味噌汁にしよう。昨日使ったやつの残りです。ナスとこれが本しめじ。しめじを奥にしとこうか。で、長ネギ。長ネギは青いとこも使おう。株の葉っぱですね。根元の方は割と筋張ってるんで、まあ、全然食べれるんですけど、まあ、ちょっと美味しいとこだけ食べていきます。よし、こんな感じか。そしたらもうこんな感じ入れちゃいます。具沢山、そしてこの朝日、たまらんですな。煮立ちしたら味噌入れます。これゆうさんの奥さんが作ったやつ。美味しいんですよね、この味噌。何でしょう。今日のおかずは別格昆布サバ。めちゃくちゃ身が厚くてうまそうだったんで買ってきちゃいました。こんなに身が厚い。これを焼きましょう。これユニフレームのミニロースターですね。これで焼いていきます。炭で焼いてもよかったんですけど、炭焼くと時間かかっちゃうんで、今日は手軽にやっていこうかなと。うまそう。めっちゃうまそうじゃん。めちゃくちゃうまそうだ。
さあ、うまくできてるかな。いや、いいじゃん。めちゃくちゃうまそうになったじゃん。いいね。さあ、食べましょう。今日の TKG はこの中に入ってます。ただの卵かけご飯ではなく、イエティの缶に出てくるっていうね。これはケースだけなんですけどね。持てない持てない。見てください。この TKG。梅干しじゃないですよ、これ。卵の醤油漬けです。絶対美味しいよね。ほら、こんな感じで卵を醤油漬けにしてきました。これで朝食をいただきたいと思います。それではいただきます。まずは具沢山味噌汁から。うん、うまい。この TKG 醤油漬け、よいしょ。ねっとり感がすごい。これをご飯につけて、おお、すげえじゃん。